大家好，我是四叶朝阳。こんにちは、水野朝日です。まずすごい大きくてホテルが日本のホテルよりもすごく大きくて、あとなんだろう、ゴージャス、こういう装飾も日本と全然違くて、お風呂も大きくて感動しましたまあ、2月でちょうど 6周年になるんですけど、そういった、まあ、自分の中でも節目っていうところでもあって、あと自分の中で、このあとやってみたい、チャレンジしてみたいことができたっていうのが大きいですね。今度の2月で水野朝日は6周年をもって引退になるんですけども、本当に初めて台湾にイベントで来させていただいた時から水野朝日ってこう名前を呼んでいただいて、本当に本当に嬉しかったです。ツイッターや SNS を通して、もう国を越えていろいろ応援を声援をしていただいて、本当にありがとうございました。今回の、撮影でまた JKF の雑誌に水野朝日載せていただくことになりましたので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。